大阪公立大学の文系学部の入試の特徴と対策を徹底解説していきます。パラリスアカデミアの吉丸です。天王寺高校社長の近藤です。はい、ということでですね、今回は大阪公立大学の文系学部ですね。はい、まあ理系もやるっていうことになるんでしょうか、わかりませんが文系大学について、まとめました。はい、で最近では吉丸知事のね会見での秋入学とか英語公用化ですねの発言などでも注目を浴びる大阪公立大学、ですけれども、関西では阪大や神戸大とかのね大学と並んで人気の大学になります。まあ一大不大の時よりも人気が増えてるというような大学になりますので、最後までご覧ください。この教室も多いですよね。そうですね、講師もいっぱいいますし、はい、志望されてる方も、年々増えているような気がしますね。はい、ということで最後までご覧いただければなと思います。ではまず学部の方から紹介します。はい、で文系学部の方は、文学部と法学部、経済学部と商学部、現代システム科学域がありますと。はい、現代システム科学域の域っていうのは、普段よく聞く学部とは、どういう違いがあるかというと、学部学科は、どちらかというと、縦割りの授業というか、その学問を追求するための授業を受けていきますよっていうのに対して、はい、いろんな分野に興味がありますっていう人に対して、はい、学域は横断的に勉強できますよっていうことで、よく高校の分離コースみたいな、入った後に決めたりとか、分かれる、どういうのを学ぶか決めたりとかすることができますということで、大学全入時代になって目標がね、なかなか定まらないまま大学行く子が増えたんで、そういうニーズに対応してるのかなと思いますと。はい、現代システム科学域には、知識情報システム学類と環境社会システム学類と、マネジメント学類などがあって、学類を決めて受験だけでなく、さっきも言ったように、学域で受験して、2年次から学類を選択する、フレキシブルな学び方もできますと。はい、入学後に学類を変更する転学類もあるため、柔軟に対応している学域だと思います。はい、ではですね、文系学部の一般入試の特徴に関してお話ししていきたいと思います。全体の倍率としては前期が3倍、中期が13倍、後期が10倍前後でした。文系学部にある特徴的な入試方法としましては、現代システム科学域の前期後期試験での学域単位募集ですね、あと経済学部の高得点重視ユニーク選抜があります。高得点選抜は大学入学共通テストですね、で優秀な成績を収めたものから35名ですを選抜しまして、そしてユニーク選抜は高校生活等で優れた活動とか成果をですね収め、かつ共通テストにおいて一定以上の学力が認められるものについて調査書、あと自己推薦書、そして特別活動要欄などの書類を総合的に判断して15名を選抜するような試験となっております。すごい特徴的ですね。でまた数学の問題がですね、学域ごとに分かれておりまして、数3除く数学の対象学部学域がこちらになっております。そしてですね、数3までやるよという学部学域がこちらになっております。学部で分かれるのは結構ね、理学部工学部とか数3までっていうのは分かると思いますけど、特にこの現代システム科学域を目指す人は学部によって違ってきますので、そこは要注意かなと思います。でまたですね、この大学、中期経営計画とか年度計画を公表している大学でですね、2024年度の、年度計画によりますと、特別選抜および学力選抜のあり方、そして女子枠について検討すると。女子枠どんどん増えてますが、やらんでんちゃうかと思いますが、はい。でまたですね、2025年度入学者の対象の入試よりウェブ出願の実施を検討していると、これはいいことだと思います。また女子枠出るんでしょうね、絶対。そうですね、なんかその経営計画とかにも結構内部側も結構女性社員の登用だったり昇格だったりかなり力入れてる感じですね。科目ごとの対策ですね。はい、まずは国語から話していきます。大問の方が3題で、1番が現代文、2番が現代文で、3番が、古典で、そこに古文と漢文が含まれるような形になってますと。現代システム科学域と、法学部、経済学部、商学部、看護学部、生活科学部、文学部は、現代文のみを回答するような形になっていて、文学部のみ、古典も回答というような形ですね。前者の方が試験時間が90分で、古典まで回答する文学部のみ120分というような形になっています。内容としては現代文は評論と、随筆か小説の2題が出題されるような形になっています。どちらも圧倒的に内容説明問題が多いので、内容をしっかり把握して正確に要約する力が問われます。難易度自体は標準レベルなんですけど、どちらも、大問1番も大問2番も文章量が多いので、速読力も重要になってくるかなと思います。
はい、テーマとしてはオーソドックスな内容が結構多いので、一般的にはまあ国公立のキャンパス等で二次試験レベルの問題に慣れた後に、まあ、得点ダッシュシリーズとかで記述問題の対策をしておくといいかなと思います。はい、古典の方なんですけれども、大問では1題なんですけど、古文漢文で問題数が多いので、まあ、実質大問4題解くのと変わらないようなイメージになりますね。うん、回答速度が求められるかなと思います。はい、有名な作品からの、出典が多く、文章自体は比較的に読みやすいです。現代文と同様にやはりこちらも説明問題の割合が多くて、うん、まあ、省略されている主語を補って説明することを求められる問題が結構出題されています。はい、説明問題の他には、まあ、語彙であったり傍線部の現代語訳内容把握問題などが、出題されますと。はい、対策としては古典は、まあ、岡本里奈の一冊読むだけで古典文法の、基本覚え方が面白いほど身につく本やステップアップノート30などで、まあ、文法であったり、まあ、学校でね、まあ、もらうと思うんですけれども、一般的な大学受験の、単語帳で語彙を固めた後は古文プラリスの、1から2までを使って対応力をつけましょうと。で、漢文は早覚え即答法やステップアップノートで基礎的な知識を身につけたら、国立のキャンパスなどを使って勉強するといいかなと思います。はい、で続きまして英語いきます。こちらも大問3題でして、長文読解、長文読解、和文英訳と名作文ですねになっております。で、第3題のですね、和文英訳は学部によって問題が分かれる形になってます。結構まあ珍しいですよね。普通の国公立だったら同じだよ英語はみたいなところも多い中ですけど、結構分けてるんやなという印象があります。で、試験時間は100分ですね。難易度としましては、まあ、国公立大の中では標準からやや難みたいなねぐらいかなと思います。で、1000ワード前後の長文が2題あります。まあまあボリューミーですね。と英作文、和文英訳で、本文の内容が少し難しめです。設問は一般的なレベルでして、英文和訳、あとは内容説明、空欄補充、語句整助、正語問題などがバランスよく出題されるようになっておりまして、英作文も一般的なレベルです。ただ文章がね、難しいというのがありますので、読解の対策の仕方というのが鍵を握るかなと思います。何よりまあ厄介なのが過去問がまだ少ないということですので、一大のね、大阪市立大学、そっちの問題を解いてもらったらいいかなと思います。まあ、ただあの並び回ですね、まあ、別の問題集でしっかりと演習することをお勧めしております。で、その他の対策としましては、語彙文法アシスタントとかね、スクランブルといったもう一般的な大学受験用の、しかもまあ標準レベルのね、問題をやっていけばいいかと思います。ただ、並び替えはね、別途やらないといけないので、こっちは普代の過去問使ってとか、スクランブルとかね、ネクステージの方でもそういうのが載ってて活用してもいいですし、とにかくまあ正しいね、文法の語順通りに並び替えるという練習は、まあ、侮らずやっとくのがいいかなと思います。英文解釈は入門の、英文解釈の技術の70と、まあ、やっても基礎100までかなと思いますので、まあ、でそれが多いなとかね、関先生がいいなって人はポラリスの英文解釈でもいいかなと思います。で、長文はポラリスの2ですね。あとやっておきたい700ぐらいまではやっていくようにしましょう。まあ、ただ1000ワード前後ってなってるので、過去問入る前に不安な人はその1000ワードまだかやっておきたいだった1000とか、それぐらいのレベルのやって過去問行くっていうのも、まだ過去問の数が乏しい公立大でもうちょっと1台も後で解きたいとか、まあ、1回1台解いて、いやまだ微妙やなっていうのでもったいないから別の問題集でっていうのもありだと思います。で、英作文は和文英訳ですので、日本語文をそのまま英語に訳しなさいというものですので、ハイパートレーニングの和文英訳だったりとか、関先生の英作文プラチナルールで対策をしておきましょう。例文暗唱は必須かと思います。続いて文系数学になります。はい、大問は4題で試験時間は90分になります。はい、難易度としては標準から、まあ、やや難しめかなと思います。全問記述式で微積、特にベクトルが、ね、中心に、まあ、あとまんべんなく出題されます。はい、で本質的な理解を求められる問題が多いので、パターン暗記で数学に取り組んでいる人は、結構苦戦する内容になっています。はい、対策としては基礎問題成功 1A2B で、はい、文系数学の基礎的な内容を固めてください。でその後文系の数学重要事項完全習得編、国公立標準問題集のキャンパスプラチカと進んでいきましょう。はい、あとはとにかく計算量が多いので、結構複雑な、ね、式展開も求められたりもするので、受かる計算なども取り組んでおくといいのかなと思います。はいはい、結構差が出る科目かなと個人的には思ってます。はい、まあ、数学のできる文系が求められてはきてますね。なんか英語ばっかり難しくなってるじゃないですか。なんか英語できたらみたいなあともあれなんで、まあ、個人的にはですけど、文系数学難しくなるのはなんか嬉しいですね。はい、皆さんすいません。
で最後小論ですね。小論文の方やっていきたいと思います。実は大阪公立大学では法学部の後期、そして文学部後期、農学部後期、そして現代システム科学域の英語小論型の前期で、小論文が出題されることになっております。試験時間と大問数は法学部で、2台で150分ですね。そして文学部は1台で150分、農学部は1台60分、現代システム科学域は2台120分になります。いずれの学部もですね、学問にメインを置きつつ、学問と日常生活の話題を絡めた内容になります。3ヶ月から半年前を目安に対策していくといいかなと思います。取り扱う、ね、テキストとしては7日間で、合格する小論文、読み方書き方を完全マスターで、小論文の基本を学ぶと同時にですね、知識教養系の参考書で学習を進めればいいなと思います。なるべく早めに手をつけた上で、どれぐらい難しいのかとか、どういうふうに勉強を組み立てていくのかみたいなのを、まあ、理解しないと、多分その自分3ヶ月でいけるのか、半年かかるのか分かんないと思うんですよね。ね、少し触っておくと全体が見えるんで、そうですね、これぐらいかかるのかって分かってきますね。はい、でなんならまあここって そもそもできる人は合格点ぐらいいきなり取れる人もいると思って、小論文って記述の国語の問題が得意だったりしたらあるので、そういう人はまあいいんですけど、対策必要な人って結構これやりにくいじゃないですか。問題集周回するわけでもないし、ただ書いて自分で添削しててもんって感じなんで、学校の先生とか塾の先生の力がいったりとか、自分で添削する人って合格点も取れてる人なんで多分ね、なので、まあもう動画公開したのが多分5月の後半のどっかなんですけど、志望してる人はもう今ね、一回解いてみるとかしないと、参考書取り扱ってみるとかしないと読めないと思いますので、そこ要注意ですので、よろしくお願いします。ということで、大阪公立大の文系学部の入試の、個別試験の方のですね、対策で特徴というのを話していきましたので、参考にしてみてもらえたらなと思います。またですね、天皇受講ではまだ私月1回2回ぐらいのペースで、教室に来まして、1対1の受験相談イベントを開催しておりますので、興味ある方参加してほしいんですけど、次回日程はこちらになります。興味がある方はですね、概要欄にあります申し込みのフォームからですね、受験相談イベント申し込んでみてください。分かんなかったら天王寺の公式 LINE から問い合わせてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。